おはようございまーす。チエと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、この17日間ですね、私、ゲーム作りに没頭しておりました。はい。で、17日間使って作ったゲームが、審査ちゃんと通りました。よかったです今回はちゃんと通った。よかったもう いつかの動画がさ、なんかいつかの動画で言ったというのに、3ヶ月ぐらいかけて作った RPG が審査通らなかった時は、なんでかなと、もう本当に、なんでかなと思いましたけど、今回はちゃんと通りました。はい。健全なね、RPG だと認められたということですね。はい。健全って言ってもさ、そりゃ、だって、3ヶ月かけた RPG、安倍さんや野獣先輩が出てきて、ついにいよいよ、このチームを紹介する時がやってまいりました。今までちょっと若干封印してたんですけど、要するに、Wi-Fi 対戦で、ティーラー1と言われてたパーティーです。こちらです。はい。ジャミプリです。よく言われる。おしゃれ着もちゃんとしてきたんで、今回は。この強さをいかんなく発揮したいと思います。勇者かつ、ジャミプリという、まあ、エビルプリーストとジャミですね。はい。ジャミプリっていう、まあ、よく僕は略すんですけど、このね、二人がね、まあ、強いの。この三人中めっちゃ強いの。何がといえばもう、それはまずね、解説不要のジャミがメラミを撃てる。メラミを撃つことに、まあ、メラミよく高いですからね。せーの、ほい、よいしょ。すんごい出る。そしてもちろんね、言うまでもなく、アマーかける、竜の剣技アマかける竜の剣技の強さは皆さんもご存知でしょう。というか最近動画で出したな。うん。おーしょ。オーケー強い。オーケー強い。雑に強いわ。冷たい息ね。まあ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 いいでしょう。冷たい息なんてそんなね、大したもんでもない。ジャミに避けました。ジャミ結構避けます。突進。基本的な攻撃は主人公が吸い寄せるはずです。おしゃれ着の関係上ね。まあ、打撃弱点にはなってるんだけど、おう、モンストロの輝きね。まあ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 。誰かはひらりと身をかわしますね。かわしません。さあ、こちらもね、最大火力、メラミーがいきます。いよー、はい、よいしょー、すごい強いの。もう手放しで使えるよ。手放しで使える強さよ、この圧倒的パワーです。僕が求めてるタイプの圧倒的パワーですね、これ。いや、パワーあるよ、これは。突進好き。さあ、誰に行く？主人公じゃない？基本的には。だね。うん。基本的には主人公に行くんですけど、まあ、基本的にはそれで、回避率持ってるあるんで、だいぶ。三河足の服に、おしゃれ着にで、結構持ってあるんで、避けると思うんですけど、まあ、避けませんね。はい。非常に避けません。なぜか全然避けません。お、来た！ようやく避けました！何パーだろう回避率。そこそこいってると思うんだけどな。さあ、来ました！アーマーかける、リーの元気雑なんだよ、戦法が。にゃん玉か。にゃん玉だね。にゃん玉出すな。にゃん玉出すな。この動画ではですね、もはやお馴染みとなってしまいました、にゃん玉です。そのする前にね、仕留めてしまいたいところですが、一旦目されてしまったらどうしようもありません。さあ、ジャミのね、メラミが強いんじゃ。行くぞー、へい、よし、効果抜群だーさあ、エビルプリスも続きます。いや、メラミがとにかく強い。炎魔法はメジャーが強いんだよ。あー、来たね。使われてしまいました。あー、私は実況者の恥です。ネタも疲れない投資しない方と思ったんですよね。そううまくいかないので、結局ネタもこう担当させるわけですよ。そうするとエビットをね、バーッて出るんですよ。エビットバーッて通してるんですよ、こういうために。さあ、アマかけるリーの天気301とかふざけてんの。
301です。凄まじい火力、凄まじい威力、避けられました。まあまあまあ、このターンにやってしまいましょうや。ギガでいいんで、勇者が動いて終わりでーす。さあ、来ました。最終奥義。ファイナルブロー、行くぜ。オーラ行くぜ。雑に強いな、こいつら。ん？大丈夫か、これ。嫌な予感がする。この長いローディング時間。そう！スーリンガール！あ、これはボコリンガルされそうですわ。このチームの強さっていうのは、何も呪文だけじゃないんですよ。まあ、一旦の猶予を与えましょう、スラリンガル君に。雨かける竜の剣技が強いのは当たり前なんですけど、雨かける竜の剣技を防ごうと、ライアンを出そうものなら、メラミンを襲いかかってくるわけじゃないですか、2体の。じゃあ2体のメラミンを防ごうと思ったら、雨かける竜の剣技が来るわけじゃないですか。もう、なんでよけんねん、お前。どういう素性してんねん、お前。よう避けたな、そのキャタピラで。必殺ロデオクラッシュ、ワン、ツー、スリー、フー、フー、よいしょ。ロデオクラッシュも決して弱くないんだよ、ジャミの。そしてね、第3の邪悪な本性。魔力が爪に宿る！はい、よいしょ！格闘技まさかの。そう！これもあるんですよ。呪文に弱くさせるという効果もあります。で、そこからメラミをぶち込むというね、戦法もできなくはない。そして、ジャミのこの回避率。ジャミ回避率あります、かなり。エビルプリスターは実はね、回避率ないんで、おー、そしてこれも受けていく。主人公のね、圧倒的回避力。メツマザンもね、避けるジャミの回避力。じゃあ、エビルプリスターは何だと言ったら、そこに立っているデクの棒です。いけパッチョー、交流弾丸パッチョー、行きました。雑にとどめさせたな、随分。ボコリンガル、そんなんでいいのか。スラリンガルのあのままじゃ悔しかろう。ということで、最強のコンビができました。ジャミプリプラス、スラリンガルという悪夢のコンビがね、そしてね、挑むはですね、まあ背景が実は一緒だったんで、ちょうどいいなと思ったんですよ。相手にとって不足なし。この6001の HP を削れるか。大魔王、そう、ゾーマ様をお呼びしました。なんか結構多いよな、ゾーマの出番。まあ、99体倒せるしな。今更か。はてさて。急にやってきましたね、ゾーマが。ただ、ジャミプリは呪文にも強いし、応戦で取られちゃったね。まあ仕方ないね。おー、最初からフルパワー、メラゾーマで来ました。最初からフルパワーです。まあでもね、大丈夫大丈夫、耐えてくれる耐えてくれる。うおー、勇者燃えた。勇者燃えたな。うわー、ジオスパークも来たよ。スタリンガルが飛ぶよ。あー、さあ、6000あった HP が2500削られました、早くも。びっくりですわ。さあ、ここから切り返します、頑張って。さあ、切り返せ。はい、よいしょ。すごいね、ジャミの威力。さあ、そしてもちろん来ましたよ、雨かける竜の剣に避けられました。今度はどうだ、雨かける竜の剣に、よ、371、素晴らしい火力ですな。そしてね、さっきね、あまりにもかわいそうだったんで、仲間に引き入れました。ガルミサイル発射。これはあまり効いてないぞ。440出てんのすごくない？
ガルミサイル発射、強。これはあまり効いていないぞ。で、そこまで出てんだったら十分だ。お前も。さあ、ジャングル本性、いけ !1、2、3、はい !OK、十分。で、ここのターンは、マジックバリアですね。例によって。例のごとくです。このターン、ノーダメージでやり過ごせます。3ターン目に、つばぜり合いをすれば、まあ、取り戻せるかなという感じですね。ダメージを。さあ、行きましょうや。ジャミプリのね、この圧倒的パワーですよ、ジャミプリは。で、ファイナルブローしてしまうのは悪いところです。このチームの悪いところは、ファイナルブローをしてしまうところです。して欲しくもない。あ、スラキャノンやっちゃったよね、もっとお前も。勇者の一撃、スラキャノン、ドン、当たった当たったならよし。当たったならよしよしよし。お、オッケーオッケーオッケー、ジャングル本性いったね。はい。1、2、3、武闘派。こう見えて武闘派のエビルプリストさん。さあ、このターンはね、全然く、もうね、マジックバリアで、食らわないんで、安心できますな。安心してゾーマのアニメーションでも見てみましょうや。お茶でも飲みながらね、うん。次はつばぜり合いです。ロデオクラッシュ、完璧な行動選びだ。オッケー。いけ、ひずめ、ふっちゃ、オッケー。 HP 差が追いつこうとしています、ちゃんと。まあ、これはね、てか2ターン目にマジックバリアはもう、マストですね、というか。そうじゃないとさすがにやってらんないっす。さあ、ここからですよ。つばぜり合いします。行きましょう。赤でね、ピタッと止めますよ。8、7、ここ OK!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  最大出したのはデカすぎる、いくぜー、よっしゃー !OK! 最強のチームには最強のつばぜり合いってわけよ。わかるかい、ゾーマ。またスラキャノン選んだの君。もうやだやだやだ。命中率が。当たったわ。よし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 。まあまあやるとは思った。どっちかやるだろうなと思ったわ。まあ目は見聞かないんですけどね、全然。はい。だ死んだったらまあ、お前もかーい。お前もかーい。聞かないメラミを撃つのやめてくれ。聞かないメラミを撃つのやめろ。止まれ。まあ、このターンはね、まあ、削り切られることはないんだけど、さあ、ロードクラッシュ、えい、よいしょ、会心も出やすい技なんだけど、今回会心出てないね。雨かける竜の剣技もそうだけど、雨かける竜の剣技も、ロードクラッシュもかなりの会心率を誇るね、技なんですけども、出てないね。まあ、しっかり当ててるんでね、まあ、問題ないかと思います。もうね、8700あった HP をね、削り切ろうとしてますからね、私は。いけ !1、2、3、 よいしょ、いいね。まあ、自分に弱くしたところでよ。ところでって感があるけど。貯める。はい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 。まずは貯めちゃうわけね、君は。はいはい、いいよいいよ。別に。そこはいいんだ。次だ。波動、貯めるからの波動で全てを無に返したゾーマ様。ゾーマ、戦いの本質というものを分かっていないね、君は。さあ、行こう。判定して、ガルミサイル発射。いや、十分十分。次のターンにもうね、8700削り切っちゃいましょう。オッケー、一気に押し切りましょうや。ギガデインでゾーマの8700の HP を一気に削ぎ落としてやる。それができるのがこのジャミプリよ。まあ、たぶんジャミプリが結構遊ぶけどな。その代わり。さあ、雨かけるで動いてくれた。雨かける竜の剣技、よいしょ、もう一発、これで終わりだ。
来たー、天かける竜の剣に、うおー !8700 を削り切ったこれいけんじゃねえか、もしかしたらこれいけんじゃねえかちょっと期待していいかな。このチームの耐久と火力なら、もしかしたらですよ。ちょっと俺、そこまで予期してなかったんですけど、もしかしたらあるやもしれませんね、これ。ちょっと考えはあるんですよ。この最強のメンツ、ジャミプリ、12500、削り切りチャレンジというのはどうでしょう。それならばですよ。使う SP は決まっています。カズルマントです。そう、光の弾を使わないのであれば、使う SP は限られてます。風のマントですね。で、次のターンにつばぜり合いかな。指声怖いし。よし、これです。これが怖いんで、風のマント貼りました。これがね、やばい。威力もやばいし、精神的行動法になるしで、いいことないんですよね。これ食らっても。ここをね、かき消すのは偉い。マヒャドをね、引かなかったのは偉いよ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。で、あとはこのターンの行動次第だな。君たちの。呼び声。避けなくていい。避けなくていい。別のところで使え。なんでお前忘れゲームしかやらないんだ当てよ！オッケー！当てたのは大丈夫。さあ、膨大な HP1 万いい。1万、おーいおーい止まれ止まれ止まれ、何しとるんだお前は。雨かけ、よっしゃ、雨かけた雨かけた雨かけた、いけ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 、最強レベルの火力でご両性多分いける。雨かける、言うの元気、オーケー、いいよいいよ、ロドクラッシュ行こう。なぜだなぜだ、なぜ君たちは想定以外の行動しかしてくれないんだい。サイコケアやばいよ。これ、風間で防ぎません。行きましょう。あー、そっちは行けない。行こう。行こう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 。ここで勝つとでかいよ。ここで勝てるとでかい。緑なんだよね。トントントン。トントントン。あー、緑で勝てるか？これ勝てなかったらやばいぞってか。勝つためには心のつばぜりに勝つのマスト。ついに勝ったー、よっしゃー、頼んだ、頼むぞスラキャノンか。なぜだ、なぜお前はスラキャノンしか撃たない。当たった、よし当たったな、よし、ロデオクラッシュ、いいよいいよいいよ、会心出してこうぜ。てか、お前ら、会心全く出さないのよ。なんか。全く会心が出ないのよ。君たち、今日。なんだよー、お前もメラミかよ。おい、いい子ちゃんか、いい子ちゃんしてるんじゃないぞ、お前ら。何してんだよ。さあ、こっから自分で行動を選びつつ、もう一枚のスペシャルカードをどこで切るかですね。何を使うか。どこで使うか。いいよー、ダメージ与えてる。かなり与えてるダメージは。サイコキャノンでね、乱されるのちょっとやだね。麻痺だけしなければいいよ。麻痺だけしなければ。オッケー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 。リンガルはさすがに、麻痺るわけにはいかないだろう。雨が言う。おい、最初から会心の時期だ！さあ、いけるか、どんどん行こう、どんどん行こう、もっともっと、もっと、もっと、オッケー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 、破滅の炎か、これ避けチャンスですね。避けましょう。はい、なんで誰も避けへんの、いらんところ避けやがって。次のターンは、SP 使いようがないな。さあ、ガルミサイル頼むぜ。ガルミサイルはね、ゾウは弱点つけてるんで、かなりのダメージが期待できますね。はい、610です。
かなり出ます。だから初めからずっとこれを打って欲しかったんですけど、全くもって打ってくれません彼は。反抗期か。いいよ、このターンも様子見だな。どうしても様子見のターンになっちゃうな、どうしてもね。さあ行こう、ローデオクラッシュ、ワン、ツー、スリー、ヘイ、イー、よいしょ、オッケー。そう、このターンは確定で波動が来るんですよ。その関係上、まあ、で、次のターンも波動の可能性があって、そうすると、本当に1万2500を削らなきゃいけないっていうことになるんですよね。甘く受ける。いいよ、これ、いけるかもな。オッケー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 。ここからミサイル2命中大事よ。2命中しようね。いいよ、いいよ、とどめライン乗ってるよ、これ。乗るよ、もう。オッケー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 、オッケー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 、いけんじゃねえか、おお、ゾーマー。圧倒的パワー。さあ、ただ問題はこのターン、マヘとか死者の呼び声。呼び声は避けないかん。避けないかんわ。耐久が足んない。あー、リンゴもいけないなー。まあまあまあ、状態上にかかってないなら大丈夫。状態上にかかってないなら大丈夫だ。ここマリベルやな、次。マリベル弱気か？いや、マリベルでいいでしょう。マリベル。行きましょう。トドメボーダーに余裕はあります、かなり。なんで、ここでマリベルを使って、トドメ撃ちましょう。あー、マリベルごと消された。マリベルが一気に消された。マリベルが消された。何何、あ、ガルミサイル、オッケー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 。マリベルが消されたか。これさ、破滅の炎で死ぬか。いや、でも破滅の炎は、みんな割と硬いよね。大丈夫だと思うんだよ。会心の一撃だ！オッケー！いいよ！おー！いいよ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 、もっともっと！まあ、ここの女神は仕方ない。十分だ、十分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 。いいよ、神回になるかもしれんぞ、これ。ちょっと神回生まれるか、おい。一発でいっちゃうのか、お前らは。さあ、ここゾーマの行動大事。サイコケノン対話するか、対話するか。勇者だと耐えないかもしんねえけど、はい、よっしゃー、おめでとう。いやー、おめでとう。すごい、なんだったらこれさ、削り切りもできたね、全然。圧倒的火力によるゴリ押しで12500削り切りました。すごい、さすがジャミプリだわー。